パイロンズは Python 言語で書かれたオープンソースの Web アプリケーションフレームワークである。再利用性を促進し、機能を各モジュールに分割するために、和すぎ標準を広い範囲にわたり採用している。パイロンズは Jango や t ー r b o ー g a r s などを含む昨今の WebRuby on Rails に強い影響を受けており、主要なコンポーネントのうちルーツと w e b ヘルパースは Rails の機能を パイソンで再実装したものである。パイロンズはメンテナンスモードに移行し実質的な開発は終了し後継となるピラミッドに移行している。パイロンズは他社が開発したツールに基づくほぼ完成したスタックを持つことで知られており明らかに NIH シンドロームを避けている。パイロンズの公式なインストールの方法はザ・パイソン・ g シャップ経由で EG インスタウルを用いて 行うことで、追加のツールも大抵は、同じ方法でインストールされる。Easy Install は、必要に応じて、パッケージの依存関係を解決する。PyLons と Paste を一緒にパッケージした、配布系もあるが、配布系のパッケージは公式の配布物より遅れる、傾向がある。PyLons は、エッグファイルを、ZIP ファイルに変更し、内容を展開することでもインストールできる。 ペーストプロジェクトの設定、テスト、配置に使用される。共通の INI 構成フォーマットを用いており、ペーストでは開発と配置の設定を、インタラクティブなデバッカなどのパイロンズの複雑な部分を、製品版のユーザーから隠蔽した状態で開発者が、同じコードベースを元に動作させられるよう、複数のプロファイルを用いることができる。セレクターなどのはスギー互換の URL ディスパッチャで、あれば、 どれでも使用可能だが、現在パイロンズ用に広く使われている唯一の URL ディスパッチャは Ruby on Rails の URL ディスパッチ機構を Python で再実装したルーツである。パイロンズでも採用された Rails のもう一つの機構が、ルーツの設定に基づき URL のマッピング機能を提供する WebHelpers である。WebHelpers はスクリプト、アキア。 HTML フォームの検証と生成のために、フォーミンコードと、フォーンビルドが用いられている。マコの継承モデルを用いて、フォームの生成を行うために、マコも一部で用いられている。マイテがバージョン 0.9?5 までパイロンズのデフォルトのテンプレート言語であったが、バージョン 0.9?6 でマコに置き換えられた。いずれのテンプレート言語もインクルード、継承。 任意の Python コードの埋め込みをサポートするテキストベースのテンプレート言語である。p y ロ o n s の緩く結合された例や構造により、それ以外のテンプレート言語も利用可能である。XML ベースのテンプレート言語原子もマコ、ま、やマイテいずれかの代わりに使用することができる。p y ロ o n にはデフォルトのデータベースライブラリーはない。スクラブジェクトとスクラルコミが知られている。 フレームワークのパイロンズはパイロンズプロジェクトが開発してきたがパイロンズ2の開発を進めるうちにレポゼ、BFG と似てきたことでコードベースと開発コミュニティをマージする方向へとシフトする2010年11月のレポゼ、BFG とのプロジェクト統合の合意によりパイロンズの新しいバージョンはオリジナルのパイロンズ1 0と大きく変わることとなるこうして パイロンズプロジェクトはメンテナンスモードに移行しピラミッドと銘打ったレポゼ BFG をコードベースとする新しいパイロンズプロジェクトが開始されることとなった。ピラミッドはワスギーベースの Python で書かれたオープンソースの Web アプリケーションフレームワーク。ゾペパイロンズジャンゴに触発された小さく早く堅実なフレームワークである。パイロンズ1.0は ワスギーベースのフレームワークとして代表的な存在であったが、パイロンサップとベスヒーキントロラーメソッドは実質的に API として凍結されているなど、拡張性を取り入れるために改良しようとすることが困難であることが分かった一方、レポゼ BFG はゾペさんのコンポーネントアーキテクチャを利用しており、ゾペのコミュニティから大きな注目を集めていた。2010年に、 パイロンズフレームワークは、レポゼ BFG をベースとした開発に移行することを発表した。それは結果として、レポゼ BFG プロジェクトが、パイロンズプロジェクトに交流し、レポゼ BFG がピラミッドに解消することであった。バージョン1.3から Python3 互換となった。Python3.2 以上であれば、ピラミッドを使用できる。パイロンズの標準インストールで用いられる。 パッケージおよび人気の高い追加パッケージ Google グループスからの情報によるとありがとうございます。